遊びのデザイン講座特別編、楽しさの作り方は、ゲームとは一体どんな遊びなのか、そしてそれはどのように作るべきなのかにフォーカスした解説動画です。第1章では、ロジェ・カイヨワの提唱した遊びの4分類をもとに、実際のゲームデザインにどう生かすかという話を、第2章では、人の習性に基づくプレイヤーの導き方についての話を、第3章では、楽しいという感情、それを含んだサイクルの作り方についての話を、そして最後の第4章では、ゲームにとって非常に重要な要素である報酬の与え方について解説しています。ゲームを作ってみたものの、どうも思い描いていたほど面白くならなかったという経験は誰にでもあることだと思います。楽しさの作り方はそういった皆さんに向けた動画です。あなたのゲーム開発の一助になれば幸いです。